声優の牧島直樹さんが昨年9月に亡くなっていたことが4日、分かった。61歳だった。所属していた芸能事務所、オフィスカオル、が3日に発表した。同事務所は2日付の書面で、令和5年9月29日、61歳をもって永眠いたしました。ここに生前中のご講義を陳謝し、謹んでご報告申し上げます。諸事情によりご通知が今になりましたこと、何卒、ご了助、養女、ください、と報告した。牧島さんは、アニメ、勇者特急マイトガイン、シリーズのほか、黄金勇者ゴルドラン、の空影役、太陽の勇者ファイバード、のガードファイヤー役、暗殺教室、の校長役などを演じた、ネットの声、この方は、おいしんぼ、で結構な数の脇役をやられていましたね。あと有名なチャフーリンさんも、おいしんぼで脇役だけやられてました。今では有名になられたお二人ですが、そんな時代もあったんですね。ちょうど5月より、テレビ神奈川で、ダーティペア、が再放送されています。ゆりと麦が好きだったので毎週懐かしんで見ていますが、牧島さんのお名前を知ったのはこの麦からだったなと思い出しました。作品がリマスターで時代を超えていくと同時に、声優さんの声も時代を超える、素晴らしいお仕事に従事されたのだと思います。サンライズ系アニメ、ガルキーバのガリエル役の方です。子供の頃見てた大好きな作品で、ガリエルは一番好きなキャラでした。今でもゲームのキャラの名前とか決めるときはガリエルでやってます。この作品から牧島さんのことを知り、コナン等で声を聞くだけで牧島さん出てる、とちょっと嬉しくなっていたことを記憶しています。本当に早い逝去で悲しいです。ご冥福をお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。